うか。なんか面白いことでも起きないかな。パンタ君ってば大きなあくび。寝たら先生に怒られちゃいますよ。午後の授業も頑張りましょう。あ、いいこと思いついた。先生にドッキリを仕掛けたら面白そうじゃない。しのぶ先生どんな反応するかな。そんなダメですよ。うまくいくかな。みんな今から先生にドッキリを仕掛けるから、ここに隠れてること内緒ね。ちょっとパンタ君、本当にするんですか。大丈夫。皆さん遅れてすみません。午後の授業を始めますよ。授業の準備はできていますか。あら、パンタ君がいませんね。どうしたんでしょうか。ここでーす。わあ、大成功。もうびっくりしましたよ。パンタ君、早く席に着きなさい。はーい。まさか本当に成功するなんて。先生のあんな顔初めて見たよ。くくくくく。見ているこっちがヒヤヒヤしました。いやー、今日のドッキリは本当に笑えたな。なんかもっと面白いいたずらないかな。調べてみようっと。へえ、家でできる簡単で面白いいたずらを家族にやってみたか。これなら僕にもできるかも。よし、うちの家族でも試してみようっと。パンタ、何してるの？調べ物？面白い動画でもあったの？お姉ちゃんたちには内緒。え？僕これから忙しいからあっち行ってて。しっし。何あれ、なんか嫌な予感がする。くくくくく。最初のいたずらはお母さんに引っかかってもらうぞ。よし、それじゃあ夜ご飯にしましょうか。もうお腹ペコペコ。お母さん早く食べようよ。そうね、よいしょっと。お母さんおならした。いやいや違うって。お母さんおならなんてしてないわよ。でも今思いっきり音鳴ってたよ。絶対おならでしょう。違うって。まあブーブークッション、誰がこんなものを仕掛けたの。まさかパンタがやったんじゃないでしょうね。バレたか。もうこんなくだらないことして、ご飯が冷めちゃうから早く食べなさい。プブブブブ、大成功。次はジャスミンのベッドにゴキブリのおもちゃを置く作戦にしよう。これでよしっと。もう寝よっか。そうだね。ニヤニヤニヤ。パンタ、何ニヤニヤしてるの。気持ち悪いよ。なんでもない。変なパンタ。パンタは放っておいてもう寝よ。じゃあおやすみ。おやすみ。キャー。ちょっとジャスミン、どうしたの。ベッドにゴキブリが。へえ、ゴキブリって、これおもちゃじゃん。あさっきから笑ってるけど、これパンタの仕業でしょ。まさかこんな簡単に引っかかるなんてね。寝る前にこんないたずらして。じゃあ僕は寝るね。おやすみ。ブーブー。こら、寝たふりするな。最低。はあ、いたずら最高。よし、明日もたくさんいたずらをするぞ。あら、お父さんおかえり。元気がないみたいだけど大丈夫？チャオヤンさん、今日は奥さんが作ってくれたお弁当ですか？いいですね。あら、そのお箸は？チャオヤンさん、可愛いものが好きだったんですね。意外。あら、ジャスミンの幼稚園の頃の箸が入っていたの？でも一体どうして。間違えるはずないのに。くくくく、こっそり入れ替えたのは僕なんだけどね。お父さんにもいたずら成功。よし、そろそろお姉ちゃんが来るはず。はあ、
風呂さっぱりした。あ、お姉ちゃん、このジュース飲んでいいよ。え、パンタにしては気が利くじゃん。お風呂上がりに冷たい飲み物飲みたかったんだよね。くくくく。いただきます。ごくごくごく。うー、これジュースじゃなくてお酢じゃん。実は中身をお酢に入れ替えたのでした。もうまたいたずらしたの。じゃあ僕お風呂行ってきます。こら逃げるな。絶対に許さない。ああ、いたずらがこんなに面白いなんて。みんなのあの驚いた顔思い出すだけで笑えてくるや。次はどんないたずらを仕掛けようかな。にしししししし。パンタ、パンタ、また悪だくみしてるみたいよ。一度パンタにはきっついお仕置きをして分からせないと。そうね、最近いたずらがひどくなる一方だものね。でもどうやってやめさせるの。大丈夫、目には目を、歯には歯を、いたずらにはいたずら作戦でパンタを徹底的に懲らしめるから。私にいい考えがあるの。あのね。なるほどね。うんうん。今日もいたずら成功するかな。考えただけでニヤニヤが止まらないよ。ただいま。あれ、なんだかやけに暗くない。お母さんいないの。お姉ちゃん、ジャスミン、おかしいな、なんで誰もいないんだ。パンタ、お姉ちゃんどうしたの。どうしよう。お姉ちゃんが血だらけだ。警察に電話しないと。でも警察って何番だっけ。ダメだ、番号がわかんない。うわー、どうしよう。ちーにゃ、もういいわよ。なんなの。よいしょ。どう、びっくりした。え、お姉ちゃんなんで。さっきまで倒れてたじゃん。あー、これケチャップだよ。ケチャップ、まんまと引っかかったね。作戦成功ね。みんなで僕を騙したってこと。ひどいよ。やっていいことと悪いことがあるでしょ。それはこっちのセリフ。パンタだって散々お母さんたちを困らせたでしょ。でも僕のいたずらは面白かったでしょ。あのね、パンタが面白くてもされた方は面白くないことだってあるんだよ。いたずらされた人の気持ち考えなよ。でも僕は迷惑かけるようないたずらなんてしてないもん。あ、思い出した。そういえば最近靴下が全部裏返しになってるのもパンタの仕業じゃないの。え、それ僕じゃないよ。そういえば私もおやつに食べようと思って買っておいたお菓子がなくなってたんだけど、あれもパンタのいたずらでしょ。私のサインペン、どれもカスカスでインクが出ないのもパンタがこっそり取り替えたんでしょ。何それ、知らないよ。僕じゃないってば。パンタしかいないわ。罰としてパンタは1ヶ月おやつ抜きね。私のサインペンも弁償してね。私のお菓子もね。だから本当に